はい、ということで後半戦です。引き続きお相手私ランベ一人です。はい、ということで後半戦になったらね、たくみくん急にシュワシュワって湧いて出てきてくれるかなとか、そういう期待もしたんですけど、全く出てきてくれず、彼はやはり今日は体調が悪いということで、まあ一人で、お送りしているわけです。まあ後半戦になったんで改めてね、今日のコンセプトをお伝えしようと思うんですけれども、まあテロップに書いてある通り、まあね、さっきも言ったんですけど、 YouTube バージョンだったらテロップないんで何のこっちゃってことなんですけど、ランブ一人で喋って歌ったよって書いてあることで、まあアカペラで僕がね、いろいろ歌ったり喋ったりするっていうことで、まあ早速ね、またおしゃべり、おしゃべりじゃねえや、お歌歌おうかなって歌おうかなって思うんで、よろしくお願いします。さあ、ということで続きまして、何を歌いましょうかね。さっきはね、アンダルシアに憧れてウサビをあやふなまま歌ってしまって、まあね、非常にご迷惑をかけ、誰に迷惑をかけたかわかんないけど、原曲アーティストの方々にご迷惑をかけたということで、まあ眼中に入ってないだろうけど、アウトオブ眼中だろうけど、何歌おうか。全然ね、僕の緊張がほぐれてくれないんですよね。緊張ほぐすような歌がいいな。みやびさんの曲とか、みやびさんの曲ね、結構ね、緊張ほぐれるような歌多いですからね。あ、ホーリーナイツ、いいね。じゃあ、原曲アーティストみやびさんでホーリーナイツお聴きください。凍えそうなくらい無情に過ぎてく夜、どこにあるの未来、また今日も日は昇る。 I've been so out of my mind, waiting all night, waiting all night, yeah. I've been so out of my mind, waiting all night for you, youYou. 世界がこのまま消えていつかなくなるのなら、この時をホーリーホーリーナイツ、生きるホーリーホーリーナイツ、僕らは歌う傷だらけ手繋いだまま、君を思うホーリーホーリーナイツ、ただホーリーホーリーナイツ、うおー。はい、ということでホーリーナイツでした。みやびさんですね。Bメロ、Bメロの歌詞を見てこんなんだったっけってなった。You の後に一回シュンって曲がったでしょ。あれね、 I'm waiting on my for you なんだけど、どう歌ってるんだこれ。 I'm waiting on my for you, I'm waiting on my for you か。いや、ここのリズム割りが全然わかんなくて、僕ごまかしたもん。 waiting on my for you ってごまかしたもん。そうか、この曲英語あったわ、忘れてた。英語で何何何I've been so out of my mind, waiting all night, waiting all night, yes って I've been so out of my mind, waiting all night for you つって、もう分からぬまま歌った。これだったよね。リズム割りだけ思い浮かべながら、日本語にしましょう。日本語にしましょう。今日の緊張してる僕では口が回らないよと言いながら、ビートルズとか今検索してますけどね。ビートルズ、そう、ビートルズはね、僕大好きで、もう本当にね、結構研究家クラスで好きな自信ありますね。ビートルズいろんな曲、まあいろんな曲というか全部聴いてんだけど、まあブートレグとかまで集めたりしてね、結構もう本当マニア、ビートルマニアですよ、正真正銘の。なんでこんなに喋りたどたどしいかっていうと、どの曲歌おうかなっつって見てるわけなんですけどね。まあ、無難なとこで言うとやっぱ、Let It Be かな。Let It Be, Let It Be ね。
Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. なんだけど、レッド・イット・ビーの歌詞はタックスマンでやるんだけど。I brought a tax man だけやるんだけど。レッド・イット・ビー、A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, O, P, Q, R, S, T, U。L 過ぎてんな。あ、ないよ。なんで？レッド・イット・ビーの歌詞ないんだけど。なんで？どうして？なんで？どうして？ディスコティーク、違う曲のちょっと。あった。それじゃあ、お聴きください。原曲アーティスト、ザ・ビートルズで、ライト、ライト・イット・ビート。When I find my sometimes trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she started lying in front of me, speaking words of wisdom, let it be.Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people live in a world of ugly, there will be an answer.Let it be. For through the maybe pallet, there is still a chance there. Chance that they will see. There will be an answer. Let it be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 .Let it be, there will be an answer, let it be. Dun, 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 dun. おい、英語の発音、英語の発音がガッチャガチャ。え、When I find myself, time is trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my world of darkness, she is standing light in front of me, speaking words of wisdom, let it be. 僕今のが自然に歌えてない？変に近いってないから今のが自然に歌えてない？そうか、意識しちゃダメなの。意識するとダメなんだよ。そう、意識しないでスッて歌うんだよね。さっきからそっちの方がなんかうまくいってるもの。そうだよ、変にアカペラだからって力を入れちゃダメなんだよ。そうだそうだ、そう、明らかに配信してる時と配信してない時の違いはそれだ。なんか伸び伸びに歌うか伸び伸びに歌わぬかのそこなんだね。そこなんだね、ハム太郎。急に急にロコちゃんやってきましたけれどもね。いやー、まあそれにしてもですよ、それびっくりした、携帯がブンブン、もうブンブンハロー YouTube つってアラームが鳴った。もうアラームじゃねえや、バイブが鳴った。バイブスペン上げ。急に若者言葉をすげえ使ってますけど、ちょっと若者言葉で思い出したんだけどさ、アニメのギャルと恐竜、皆さん見てました？アニメのギャルと恐竜。僕ギャルと恐竜ね、原作が好きで、原作の漫画が好きで全巻買ってるんですけど、そう、それでアニメ化するって聞いた時もワクテカで、去年の話ですよね、もうワクテカでね楽しみにしてて、まあ始まったらまあなんとびっくり、まあ実写、半分実写っていうのはまあそれは聞いてたんであれだったんですけど、まさかの三重春さんが出てきたりとか、なんかね、ちょっとポプテピピッコ、そう、蒼井翔太さんが出てきたり、そう、ポプテピピッコをちょっと意識したような作りになってて、なんか僕の求めてたんとちゃうっていうのはちょっとあったんですけど、まあなんだかんだね楽しみに最終回まで見たんですけど、それはそうと、それはそうと、ちょっとゲスねえなっていう部分が一個あって、若者言葉でそれを思い出したんだけど、あの主題歌、オープニングテーマがですね、あのキャラソンなんですよ。
キャラクターソング略してキャラソンね。そう、ポケットモンスター略してポケモンみたいなノリで言いましたけど、そう、キャラクターソング略してキャラソンね。なんだけど、まあ、歌ってるのが、そのメインキャラクターのギャル二人と、あとその主人公のギャルの、まあ、恐竜と一緒に住んでる主人公のギャルのバイト先の先輩と、あとまあその主人公のギャルの彼氏、カレピね、カレピッピね、が、まあ歌ってるっていう、まあ設定なんですけど、まあ、ダサい。僕ね、あんまり音楽、音楽に対して否定的なことって言わないのよ。なぜならば、まあ世間ってダサいと呼ばれる曲にもいいところは必ずあるし、まあ所詮ね、ダサいとかダサくないとかっていうのは、まあね、根底から覆すこと言っちゃうんですけど、まああの、個人の価値観でしかないじゃないですか。だからまあ今からね、あの、ギャルと恐竜の主題歌が非常にダサかったって話するんですけど、もしかしたらそれをかっこいいと思ってる人も世の中にはいるかもしれないし、まあ音楽の、まあ良し悪しというのも所詮ね、好き嫌いでしかないと僕、思ってるんで、まあそれ言っちゃったらね、もう今から喋ること全部無意味にはなるんですけど、まあ、それを前提に置きつつも、これは僕が多数派として多分、受け入れてもらえるんじゃないかなっていう、ノリでちょっと喋らさせてもらいますね。そう。歌詞がね、やばみざわ。お前も飲まれてんな。お前もギャルに飲まれてんな。言葉がない。やばみざわ言うたね、今ね。いや、あのね、曲はいいのよ。曲はまあまあまあ、アニソンだなって感じ。そう、まあ、典型的なつって言い方したらちょっとネガティブに聞こえるかもしれないけど、まあまあ、アニソン、近年のアニソンの、まあ、日常アニメのオープニングとかで使われるような、アニソンの、まあ、典型的なフォーマットに載せてるんで、まあ、それはね、僕そういうの好きなんで、まあ、いいなと思うんですけど、歌詞とね、まあ、歌詞とそのメロディーのマッチ加減がね、非常にダサい。ちょっと軽く歌うよ。あげ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 みざわ、やるときゃやるから、ノリでいいじゃん、まじまんじをやばやみたいな。この部分だけでもやばくない？だって、え、最近のダパンプでも歌わんぞ。あげ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 みざわとか、 USA USA は歌っても、やげあげあげあげみざわは歌わんぞ。やばいよね、やばいよね。これ誰だっけ、なんか誰かに今近づけて、やばいよね。誰かの言い方になったけど、えぐいぐらい出せくねって思って、ちょっと最近ね、僕基本的に音楽で衝撃受けるのって、かっこよすぎて衝撃受けたりとか、革新的で衝撃を受けるっていうのはよくあるんですけど、ダサくて衝撃受けるっていうのは後にも先にも多分この曲だけじゃないかなって思いますね。それぐらいにほんと衝撃的にダサい曲だった。いやー、思い返せどやばいな。逆にエンディングテーマ結構良かったんだね。まあなんていうの、最近の、それこそ最近の言葉で言うと、なんかチル系でいいのかな、あれはね、ちょっとアンビエントなチル系みたいな感じで、高橋洋子さんならぬ高橋龍子さんが歌ってらっしゃるんですけど、そう、高橋洋子さんの妹だっけ、姉ちゃんだっけっていう設定3回目になった話なんですけど、で高橋洋子さんが歌ってらっしゃる、曲なんですけど、ね、あれは良かったね、普通にね。まあ、高橋洋子さんね、結構いい曲ばっかりですからね。そう、僕はベスト版持ってるんですよ、高橋洋子さんも確か。でしかもね、そのベスト版で、ね、残酷な天使のテーゼ入ってなかった気がする。さ、なんかこう、なんていうの、ドラッグストアとかさ、スーパーとかでさ売ってる廉価のベスト版あんじゃん、あれ買ったのよ確か、高橋洋子さんの。そしたら残酷な天使の伝説入ってなかった、魂のルフランは入ってたんだよ。でしかもその魂のルフランもさ、なんかリミックスバージョンかなんかだったんだよね。それこそ僕らじゃないくて、音楽用語としてのリミックスね、リミックスバージョンかなんかで、なんかこ求めてるのはこれじゃねえ感がすごかった。あれは入ってた、なんだっけ、フライトゥーザムーンだっけ、あれは通常バージョンで入ってたんだけど、残天とルフラン確か入ってなかった記憶が
ありますね、懐かしい。あれ買っても確かあれだぜ、僕福岡県ね在住出身なんですけど、その免許取り行ったのが、まあ親父の知り合いがやってる社交があって、それの合宿に行ったんですよ、わざわざ鹿児島に。そう、鹿児島まで、それこそ匠くんと二人で行ったんですね。匠くんと二人で行ったんですけど、その先にあるね、でっかいスーパーマーケットがあるんですよ。もうこれも全国的なあれなんで、全国的な、まあ、チェーン店なんだけど、まあ、結構鹿児島といえばって感じで有名な、あれなんで名前出しちゃいますけど、AZ っていう、スーパーマーケットがあって、本当に A から Z まで揃うっていう意味で AZ なんですけど、本当に広いんですよ。車も売ってる、飯も売ってる、なんだ？ギターとかまで売ってるみたいな。それぐらいすごい、なんか雑多に置いてある店なんですけど、そこで買って、だなそう、高橋洋子さんのそのレンガのベスト版、あとなんか加藤登紀子さんかなんかのも買った気がする、加藤登紀子さんだったっけなあれ。そう、あとドラムスティック買ったな、ドラムスティック、なぜか飯買いに行ってなぜかそれ買って帰ったからね僕ね飯も買ったけどねもちろん飯も買ったんだけど、いやー、あの1ヶ月間ね、匠くんは地獄だって言ってたけど、その合宿1ヶ月あったんだけど、ほぼね。そうだったけど、匠くんはあれ地獄って言ってたんだけど、僕はなんだかんだ楽しかったから、また、匠くんとね、二人旅とか、したいなーとか思いますけどね、いつか。まあ今、ご時世的にね、やっぱ難しいんですけど、旅というか、まあ遠出がね、なかなか気が引けちゃうというか、難しいところはあるんですけれども、また、こういうご時世が終わったらというか、落ち着いたら、ね、行きたいなと思います。てか終わるんかねこのご時世、なんか社会派なラジオになってきたけど社会派なラジオになってきたけど終わるんかねってところありますけどね。なんかなんだかんださ、うちらが死ぬまでなんかこれがだらだら続きそうな予感はしますけどね。まあでもそうか、インフルエンザも最初やばいって言われてたんだよね、それ考えると。そうで結局今みたいにインフル程度で騒がなくなったのって本当にここ最近ぐらいの印象がある。僕がちっちゃい頃ってまだ、僕今年で24なんですけど、僕がまだちっちゃい頃ってインフルイコールやべえみたいな印象が、本当に印象というか、そういう風潮がずーっとあった気がしますね。本当に中学生上がってぐらいからじゃないかな。インフルエンザがただの風邪とは言いませんけど、なんかこう、なんていうの、そこまで、まあ、治る病気として知れ渡り始めたのが、まあね、昔のインフルってそもそもそのタミフルがやべえみたいな話もありましたもんね。飲んだ人が窓から飛び降りるみたいなね、ありましたもんね。確かに。でもなんかあれらしいね、これ間違ってたらごめんね、今から言うこと僕が聞きかじ、あくまで聞きかじった情報なんで鵜呑みにしてほしくないんですけど、うんね、自身で調べて、真相を調べてほしいんですけど、僕がなんか聞いたことある話じゃ、あれなんか結局タミフルのせいじゃなくって、タミフルとインフルエンザが、うまい具合に、合致した瞬間に、気候に走るらしいよ。っていうのはなんか、聞いた覚えがある。僕。真相かどうかは、別としてね。それは全くの別問題として。まあそれはね、各々各自真実は調べてほしいんですけれどもね、それがねインターネットのね正しい使い方ってやつだと思う。なんか社会派だなこのラジオすげえ社会、僕一人にするとめっちゃ社会派になるな。匠くんの適度に横からボケてくるのはあれ大事なんだね。それは今とても痛感というか実感しておるわけですけどあーでも言うても50分も一人で喋ったり歌ったりしてますね。ねえ、じゃあそろそろもう一曲ぐらい歌っときます。もう一曲ぐらい歌っときます。なんか何歌いましょうかね。いい曲あるわ。これ知ってる人いるかな。ナパームデスのねユーサファーって曲あるんだけどユーサファーって曲あるんだけど、これ知ってる人ならねピンときてると思うけど、ピンときてると思うんだけど、まあ一応歌うね歌うね。耳の穴かっぽじってよく聞いててね。いくよ。
それじゃあ原曲はナパームですで、ユーサファーです。ウザブロイ。以上。これね、これギネス載ってんだっけ、ナパームですのユーサファー世界一短い曲ってことで。まあね、これね、ナパームデスに限らずね、これこういう、まあ、このナパームデスってバンドが属してるジャンルが、グラインドコアって言うんだけど、グラインドコアっていうジャンル自体がね、一曲一曲がはちゃめちゃに短いのよ。そう、基本十何秒とか何十秒とか。長くて1分、2分、まあ3分あったらいいぐらい。そう、3分とかさ、J-POP だとめっちゃ短い方じゃん。そう、このグラインドコアじゃ、もうあれよ、 J-POP でいうとこの10分尺の曲みたいな、そういう扱いなんですよね。でその中でもまあひときわ短いのはこのユーサファーということで、1秒あったっけ、 1.5 秒とかそんなんじゃなかったっけな、トラックの時間が。なんかそれぐらいだった気がする。この曲ね、カラオケで入れるじゃん、3回歌わされるからね、もう1回もう1回もう1回っつって3回ぐらい歌わされるからね。衝撃の曲ですね。そっか、カラオケに入れるなって話だよね、この曲を。この曲カラオケに入れられても一緒にって人はどういう顔すればいいのかわからないってね。ねえ。本当にこれでいいのかって感じだけどね。そう。まあ、ってな感じで。あ、そう、グラインドコアの話だ。そう、あのね、ゴアグラインドっていう、そう、グラインドコアの派生ジャンルで、ゴアグラインドっていうジャンルもあるんだけど、このゴアグラインドっていうのは、まあ、基本的にグラインドコアのグロテスク版みたいな捉え方をしてもらったら、まあ、大体それが正しいんですけど、それのね、ラストデイズオブヒューマニティって曲、あ、曲じゃない、バンドが僕大好きで、ゴアグラインドにあたる。で、それのね、なんて曲だったっけな、あれ。ひときわ好きな曲があるんだよね。で、その曲がね、3分ぐらいあるんだよ。珍しく。そう、ゴアグラインドもね、グラインドコアと一緒で、基本的に、一曲一曲が、クソ短いんですけど、あ、そう、A Divine Proclamation of Finishing the なんだっけ Finishing the Present Existence タイトルクソ長い。そう、またね、これゴアグラインドの特徴なのかな、これ。これゴアグラインドの特徴なのかな、短い曲の割にタイトルがクソ長いっていう。グラインドコアもか、どっちもか。これはグラインドコア、ゴアグラインド両方か。曲短いのタイトル長いって。歌詞よりタイトル長いとかザラにあるからね。だからナパームデスのユーサファー結構レアパターンなのよ。タイトルより歌詞がちゃんと長いっつって。まあ、長いっつったもん2行なんだけど。2行の、ユーサファーバッドホワイだっけ、だから 4単語これは果たして長いというのかっていうね、ところはありますけれどもね。いや、世の中ってやっぱ面白い音楽で溢れてるね。そう考えると、やっぱこう主流はね、今の日本の主流はまあ米津玄師さんだったりとか嵐だったりとか、あと僕の好きなね、エグザイルとか、その辺だと思うんですけれど、あとなんだ、あいみょんとか、あいみょんも僕好きですね、あいみょんとか、あとエイトさんとかね、その辺だと思うんですけど、やっぱ世界を見るとね、やっぱ面白い音楽っていっぱいあんなと思いますね。そう、日本にもねいますからね、そういうバンドは。例えばヴァンピリアっていうバンドとかは日本のバンドだけど、2枚目のアルバムだったかな、ではグラインドコアに挑戦してますからね。そう、なんかグラインドコア界の X ジャパンっていう設定で架空のバンドとして架空のアルバムを出したらこうなるみたいな、そういう面白いコンセプトのアルバムをね出してるんですけど、それがめっちゃいいアルバムでしたね。ヴァンピリアね、ヴァンピリアも好きだし、まあ、海外で言うとね、あ、いや、日本だよ、それこそ日本に面白いジャンルある、ノイズミュージックっていうジャンルなんだけど、これがね、世界よりも、まあ、大体どのジャンルもね、やっぱこう世界的アーティストの方がまあなんか世間一般では優れてるみたいな見方されるんだけど、このノイズミュージックに関してはまあ日本が一番優れてると、まあ音楽評論家とかの間でも多分同じ価値か会見価値観なんて言うんだっけ、
見解になると思うんですけどね。そのノイズミュージックって言って、なんかこう本当に名は体を表すとこはよく言ったもので、本当にノイズがずっとギターの中にチュイーンとかノイズがずっと続くだけっていうね、ジャンルで、それはね日本のアーティストの方が海外のアーティストよりも有名ですね。例えば、まあハイノケージとか、ハイノケージさんとか、非常階段っていうバンドね、あの芸人の方でも非常階段って言うんだけど、バンドも非常階段とか、あとはメルツバウとかね、この辺、この三大巨頭ら辺は本当に世界的に見ても有名なノイズミュージックアーティストですね。だってこれは日本だけが有名なの。日本で、てかまあネット界隈で、まあ、曲だけ知れ渡ってて、アーティスト名なかなか知られてないのがカール・マイヤー。カール・マイヤーもあれは現代音楽になるのかな、どっちかっていうと。どうなの、一応ノイズミュージックになると思うんだけどね。ノイズミュージックになると思うんだけど、カール・マイヤーって、もしかしたら検索してはいけない言葉とかってみんな知ってるかもしれない。そう、カール・マイヤーって言って、バイオリンの弦の音をキュイキュイ鳴らしてるだけの、それがちょっと不気味な音なんで、検索してはいけない言葉とかによく入ってて、カール・マイヤーを曲名だって思ってる人がよくいるんですけど、あれってアーティスト名なんですよね、カール・マイヤーって言って。しかもなんか、インディーズだか、同人アーティストだか、だった、ごめんね。だっかだったような気が、するんだよね。そう。だからね、結構本当に、この辺探ってったら、音楽的にもというか、まあ、ね、好奇心旺盛な方は、かなり楽しめるんじゃないかなと思いますね。まあ、それこそね、さっき言った、現代音楽とかも、な、このノイズミュージックに通ずる。ノイズミュージックに通ずるというか、まあ、ノイズミュージックがこの現代音楽に通ずるジャンルではあるんだけど、例えば、ジョン・ケージの、有名なのが、ジョン・ケージの4分20何秒だっけあれ。4分22秒だっけ、あれ何だったっけ、何分何秒だったっけジョン・ケージの、4分33秒だ。4分33秒っていう曲がね、あるんですけど、それが、有名かな、現代音楽で言うと。でね、ジョン・ケージね、こう言って4分33秒、黙るだけの曲。まあ、それが4分33秒なんだけど、もう黙るというか、全部休符なんだよね、楽譜がね。そう、休符で何もしないっていう、ピアノの前に座って何もしないっていうのが、まあ、4分33秒というジョン・ケージさんの曲なんだけど。そう、それの真逆、まあ、真逆ではないけど、まあ、似た感じのコンセプト。似た感じのコンセプトでもないか。まあなんていうの、ちょっと変わった曲、そのジョン・ケージさんの、まあジョン・ケージさんの曲で変わってない曲っていうのは逆にないと思うんだけどね。まあなんか一際かけて、輪にかけて目立って変な曲っていうのが639年かけて演奏する曲っていうのがあったりするんだよね。結構面白いですね。オルガン2 ASLSP みたいなタイトルだったはず。あ、とか言ってた、時間がもうこんな時間に、なんか今日つらつらとなんか取り留めもないこと喋っていた、もう終わりの時間が近づいている。ということで、まあじゃあ一応いつものごとくメールよろしくみたいなあれを読んでおきますね。一応ソロなんですけど。さあ、ということで、エラジオ回電波では皆様からのメールを大募集しております。メールアドレスは、remixradioradio@gmail.com、remixradioradio@gmail.com です。リミックスの綴りは、remix です。また、本放送のアーカイブは、ツイキャスの録画機能では、もちろん、リミックス公式 YouTube チャンネルの方にも本日23時から、公開されますので、お好みの媒体にてご覧いただけると幸いです。ということで、まあ今日なんだかんだ、一人で1時間喋ってまいりましたけど、エラジオ回電波、まあやっぱこうやって一人でやるとね、まあ最初にも言ったんですけど、改めてたくみくんの、まあ必要性というか、まあ普段ね、どれだけたくみくんに救われてるのかっていうのを、まあ痛感しますね。やっぱり。いやほら、普段さ、やっぱり僕のが喋ってて、たくみくんがまあサブ的に喋るみたいな感じだから、まあもしかしたら聞いてる人の方は僕がメインで、やんやんやってるって思われてるかもしれないけど、やっぱたくみくんのサブあってこその、まあ、僕の喋りっていうところが、ね。まあ、かなり伝わったんじゃないかなと思います。本日のこの、ラジオ回転波。ね。ということで、まあ来週こそはね、二人で、またね、やろうと思いますので、ね、またお聞きいただければ、ありがたいです。ということで、じゃあそろそろお別れの挨拶入りたいと思います。リミックスラジオ回電波、本日もお聞きくださりありがとうございました。お相手は私、ランプでございました。また来週の、金曜日夜8時にお会いしましょう。おやすみなさい。バイバーイ